キングプリンス、キンプリのメンバーとして活躍する平野紫耀。2018年5月23日にデビューして以来、多くのファンからの注目を集めています。この記事では平野紫耀さんが、これまでに熱愛が噂された歴代の彼女、元カノ、好みのタイプ、そして現在、彼女がいるのか、について紹介します。目次、平野紫耀に彼女はいるの？結婚の予定は、2023年最新、平野紫耀の歴代の熱愛彼女の噂。一人目のお相手、平野紫耀と名古屋の元カノ、一般女性の熱愛の噂。二人目のお相手、平野紫耀と一般人女性、アイアイとの熱愛の噂。三人目のお相手、平野紫耀と桜井玲香との熱愛の噂。四人目のお相手、平野紫耀と横島愛理との熱愛の噂。5人目のお相手、平野紫耀と河合里奈との熱愛の噂。6人目のお相手、平野紫耀と星名美玲との熱愛の噂。7人目のお相手、平野紫耀と一般女性、春との熱愛の噂。8人目のお相手、平野紫耀と飯豊まりえとの熱愛の噂。9人目のお相手、平野紫耀と今田美桜との熱愛の噂。10人目のお相手、平野紫耀と杉崎花との熱愛の噂。11人目のお相手、平野紫耀と平優奈の熱愛の噂。12人目のお相手、平野紫耀と一般女性、ディオールの噂。13人目のお相手、平野紫耀とタクシーに乗り込んだ一般女性の噂。14人目のお相手、平野紫耀と桜井日奈子の噂。15人目のお相手、平野紫耀と橋本環奈の噂。16人目のお相手、平野紫耀と大阪の一般女性の噂。17人目のお相手、平野紫耀と広瀬すずの噂。18人目のお相手、平野紫耀と黒島結菜の噂。19人目のお相手、平野紫耀と年上の一般女性の噂。キングプリンス、キンプリ、平野紫耀の好みのタイプ。まとめ、平野紫耀のプロフィール。平野紫耀に彼女はいるの？結婚の予定は、2023年最新、キングプリンスのメンバーとして大活躍中の平野紫耀さん。笑顔が可愛いのに天然キャラなところが女性心をくすぐりますよね。そんな平野紫耀さんですが、果たして現在は熱愛進行中の彼女はいるのでしょうか？平野紫耀さんの最新の彼女の噂は美人ハーフで10歳年上の一般女性との熱愛の噂ですが、信憑性は低く、現在は彼女なしの可能性が高いようです。平野紫耀の歴代の熱愛彼女の噂、これまでに平野紫耀さんの彼女と噂になったお相手は誰なのか？ファンの間でも結婚願望が強いことで有名な平野紫耀さん。平野紫耀さんの恋愛、熱愛に噂は多く、過去には以下の19人との恋愛関係が噂されました。名古屋の元カノ、一般女性、アイアイ、一般女性、桜井玲香、元乃木坂46、横島愛理、元 AKB48、河合里奈、元 AKB48、星名美玲、私立恵比寿中学、春、一般女性、飯豊まりえ、女優、今田美桜、女優、杉崎花、女優、平優奈、女優、ディオールを買ってもらった一般女性、タクシーに乗り込んだ一般女性、桜井日奈子、女優、橋本環奈、女優、大阪の一般女性、広瀬すず、女優、黒島結菜、女優、年上の美人ハーフ、一般女性、果たして、平野紫耀さんは恋愛が噂された19人と本当に付き合っていたのか？早速平野紫耀さんの歴代の彼女、元カノの噂を一人ずつご紹介しましょう。一人目のお相手、平野紫耀と名古屋の元カノ、一般女性の熱愛の噂。平野紫耀さんと熱愛が噂された一人目のお相手は中学時代の元カノです。平野紫耀さんの中学時代の恋人が話題になったきっかけは、2019年公開の映画、かぐや様は告らせたいの舞台挨拶でのこと。この舞台挨拶で中学生時代の失恋について話をした平野紫耀さん。
このことが SNS で平野翔さんには元カノがいたのかと話題になりました。そしてこの舞台挨拶がきっかけとなり、中学時代を過ごした名古屋に平野翔さんの元カノがいると噂されるようになりました。二人目のお相手、平野翔と一般人女性、アイアイとの熱愛の噂。平野翔さんと熱愛が噂された二人目のお相手は、一般人女性、小林愛さんです。ネット上では、小林愛よりも、アイアイの愛称の方が有名ですね。平野翔さんとアイアイとの熱愛が噂されたのは2015年のこと。ツイッターにプリクラ画像が投稿されたことがきっかけで二人の熱愛が噂になりました。アイアイは身長は167センチメートルでモデルのような美しい女性だったそうです。しかも2015年当時のアイアイは17歳の女子高生にもかかわらず、平野翔さんの自宅マンションに足しげく通い、反動性状態だったとされています。しかし、その後、噂のきっかけになったプリクラ画像が偽物だったこと、そしてアイアイが架空の判明。平野翔とアイアイこと小林愛さんの熱愛情報はガスネタでした。確かに、小林愛っていう名前は、出来すぎな感じがしますよね、笑。三人目のお相手、平野翔と桜井玲香との熱愛の噂。平野翔さんと熱愛が噂された3人目のお相手は、元乃木坂46、桜井玲香さんです。郷には共演などの接点のない平野翔さんと桜井玲香さん。そんな2人の熱愛が噂されたきっかけはポップコーンです。2016年5月、桜井玲香さんの誕生日のこと。松井玲香さんの生誕記念にポップコーンがデザインされた T シャツが発売されました。そして、その2ヶ月後の2016年7月のこと。平野翔さんが雑誌のインタビューで、ポップコーンにハマっている、と発言。このことがきっかけとなり、敏感なファンの間で平野翔さんと桜井玲香さんの熱愛が噂されるようになりました。また、ポップコーン以外にも、噂の根拠はいくつかあります。2016年6月11日にテレビ番組内の企画でヒップホップグループ、リップスライムの楽園ベイベーを披露した桜井玲香さん。その後、平野翔さんが、夏の鉄板ソングは楽園ベイベーと発言。このことより、平野翔さんのファンの間では、桜井玲香が平野翔くんとの熱愛を匂わせていると話題になりました。しかし、ポップコーンと楽園ベイベーの噂の根拠は、どちらも平野翔さんが後から雑誌のインタビューで発言したもの。この二人には、目撃情報や交際を決定つける証拠はないことより、ガスネタの可能性が大きいようです。四人目のお相手、平野翔と横島愛理との熱愛の噂。平野翔さんと熱愛が噂された4人目のお相手は、元 AKB48 メンバーの横島愛理さんです。愛理と書いて、愛理と読みます。噂のきっかけは、横島愛理さんと平野翔さんが幼馴染だったことです。共に名古屋出身の平野翔さんと横島愛理さん。二人は幼い頃より同じダンススクールに通い、芸能界入りすることを目指していたそうです。幼馴染で同じ夢を持った平野翔さんと横島愛理さんは実際に仲が良いようです。そんな、二人の熱愛が噂されたきっかけはツーショット写真が流出したこと。さらに、二人がバレンタインデー、ホワイトデーにプレゼントを渡し合う仲であるとの噂が広がりました。このことが決め手となり、平野翔さんと横島愛理さんの熱愛の噂は、平野さんのファンを中心に拡散されました。しかし、拡散された2ショット写真を見ると、どう考えても恋人同士といった雰囲気は醸し出されていません。また、平野さん自身も横島愛理さんとの交際は完全否定しているようです。横島愛理さんと平野翔さんの熱愛の噂は、ガスネタ認定して良いでしょう。5人目のお相手、平野翔と川栄李奈との熱愛の噂。
平野翔さんと熱愛が噂された5人目のお相手は、元 AKB48 メンバーの川栄里奈さんです。平野翔さんと川栄里奈さんの熱愛が噂されたのはドラマ、シャークの共演直後のこと。川栄さんがツイッターで平野翔さんの話題をつぶやいたことより熱愛の噂が広がったとされています。しかし、熱愛が噂された頃、川栄里奈さんはツイッターをしていなかったことより、この噂話の信憑性は低いようです。6人目のお相手、平野翔と星波玲との熱愛の噂。平野翔さんと熱愛が噂された6人目のお相手は、アイドルユニット、私立恵比寿中学の星波玲さんです。平野翔さんと星波玲さんとの熱愛が噂されたきっかけはファンの目撃情報です。コンビニ店員が、深夜のコンビニで女性と買い物をする平野翔さんの目撃情報をツイートしたことがきっかけです。この目撃情報によると、平野さんは女性を、萌えか、と呼んでいたそうです。そして、星波玲さんの本名が、門脇萌えか、であることより、ファンの間で、平野くんと買い物していたのは星波玲では、と噂が拡散しました。ちなみに、星波玲さんは、明治学院大学に通っていることより、ジャニーズの中島健人さん、阿部亜蘭さんとの熱愛も噂されています。ジャニーズファンからしてみると星波玲さんは、ジャニタルに手を出す常習犯、として敵対視されています。平野翔さんと星波玲さんの熱愛の噂は、ジャニーズファンの妄想が生んだガスネタの可能性が高いようです。7人目のお相手、平野翔と一般女性、春との熱愛の噂。7人目のお相手、平野翔と一般女性、春との熱愛の噂が増引。平野翔さんと熱愛が噂された7人目の相手は、女優、一般女性、春さんです。2017年頃にツイッターで平野翔さんとの熱愛を匂わせたツイートが拡散され話題になりました。その匂わせツイートの内容は、平野翔さんの地元、名古屋の森山で、翔と本気で繋がろうと思えば繋がれる、と呟いたもの。さらに、インスタでは平野翔さんと二人でホテルにいることを匂わせる内容の投稿もありました。ただ、これらの匂わせ投稿の内容は乏しく信憑性は極めて低いと考えられています。現在、春さんのツイッターアカウントは閉鎖されています。8人目のお相手、平野翔と飯豊まりえとの熱愛の噂。平野翔さんと熱愛が噂された8人目のお相手は、女優、飯豊まりえさんです。平野翔さんと飯豊まりえさんとの熱愛が噂されたきっかけは2018年のドラマ、花の千晴です。撮影現場で、飯豊まりえさんの平野翔さんへのアプローチが半端ないといった趣旨の目撃情報をドラマのエキストラがツイート。このことがきっかけで、平野翔さんと飯豊まりえさんの熱愛が囁かれるようになりました。花の千晴のエキストラの投稿によると、撮影中に飯豊さんの平野さんに対するボディタッチが多かったそうです。また、飯豊さんは、平野翔さんが演じる、神楽木晴を呼び止めるシーンで、紫輝くん、と言ってしまい NG を出す珍事も、平野さんのファンからは、飯豊まりえは、翔くんに気に入られるためにそこまでやるかと批判的な声が多いようです。この熱愛な噂は飯豊まりえさんが平野翔さんに一方的に猛アプローチしていただけだったと結論付けて良さそうですね。9人目のお相手、平野翔と今田美桜との熱愛の噂。平野翔さんと熱愛な噂された9人目のお相手は、女優、今田美桜さんです。平野翔さんと今田美桜さんとの熱愛が噂されたきっかけも、飯豊まりえと同じ2018年のドラマ、花の千晴での共演です。今田美桜さんが演じたのは、平野翔さんを恋心を抱く幼馴染役。ドラマでの二人の雰囲気が良かったことより、平野翔さんと今田美桜さんが交際が噂されるようになりました。
さらに、数回テレビスカットジャパンでも共演した平野紫耀さんと今田美桜さん。番組の中で二人はお似合いのカップルを演じたことより熱愛疑惑が囁かれるようになりました。しかし、交際の決定的な証拠やスクープ報道もないことより、平野紫耀さんと今田美桜さんが交際している事実はないようです。10人目のお相手、平野紫耀と杉咲花との熱愛の噂。平野紫耀さんと熱愛が噂された10人目のお相手は、女優、杉咲花さんです。平野紫耀さんと杉咲花さんとの熱愛が噂されたきっかけはドラマ、花の千晴です。ドラマでは、平野さんが杉咲さんに思いを寄せ続け、最後に両思いになる設定です。役柄の設定からか、ドラマの撮影期間中の二人は一緒にいることも多く、いつも楽しそうに話し、息もぴったりだったそうです。ただ、この二人の熱愛を裏付ける決定的な証拠はありません。また、週刊誌でも目撃情報のスクープ情報は出ていません。平野紫耀さんと杉咲花さんとの熱愛の噂はドラマの設定から派生したガセ情報のようです。11人目のお相手、平野紫耀と平祐奈の熱愛の噂。平野紫耀さんと熱愛が噂された11人目のお相手は、女優、平祐奈さんです。平愛梨さんの妹としても有名な平祐奈さん。そんな、平祐奈さんと平野紫耀さんの出会いのきっかけは2018年公開の映画、ハニーでの共演。この映画では、平野紫耀さんが主演。平祐奈さんがヒロイン役を演じています。この二人の熱愛が噂されたのは2017年10月、映画の撮影期間のこと。平野紫耀さんがテレビ番組で公開した自宅の画像と平祐奈さんのインスタグラムの写真がきっかけです。インコが平野紫耀さんが公開した画像、そしてボトルの画像が平祐奈さんがインスタに投稿したものです。そして、二つの画像に映り込んだ、テーブルの木目が酷似していることから二人の熱愛の噂はヒートアップしました。その他にも、私服やサングラス、平野さんと平さんが SNS に投稿した画像が似ていることが、平野さんのファンの間で話題になりました。平祐奈さんと平野紫耀さんの熱愛の噂につきましても、決定的な証拠は見つかっていません。ただ、ネット上では二人の熱愛を疑う声は多いようです。12人目のお相手、平野紫耀と一般女性、ディオールの噂。平野紫耀さんと熱愛が噂された12人目のお相手は、平野紫耀さんからディオールのプレゼントをもらったとされる一般女性です。この一般女性がインスタで、ディオールが欲しい、と投稿した4日後に、平野紫耀さんが表参道のディオールの前で目撃情報がツイートされたことより熱愛の噂に発展しました。ただ、目撃情報を見ると単純に平野紫耀さんが目撃されただけで、熱愛を報じるのではありません。よって、この噂は信憑性は極めて低いと判断して良いでしょう。13人目のお相手、平野紫耀とタクシーに乗り込んだ一般女性の噂。平野紫耀さんと熱愛が噂された13人目のお相手はタクシーに乗り込んだ一般女性です。ツイッターで平野紫耀さんが止めたタクシーに女性が乗り込んだとの目撃情報がツイートされました。これがきっかけとなり、平野紫耀さんが一般の女性と交際しているという噂が広がりました。この投稿は2018年11月にされましたが、この頃の平野紫耀さんはキンプリの舞台の稽古に忙しい時期だった問われています。一部では、プライベートで女性と会う時間がないのでは、と疑問視する声もありました。また男性が平野紫耀さんであることを証明するものもないので、この熱愛の噂は信憑性が低いと考えられます。14人目のお相手、平野紫耀と桜井日奈子の噂。平野紫耀さんと熱愛が噂された14人目のお相手は、女優の桜井日奈子さんです。2018年に映画、V Love で共演した平野紫耀さんと桜井日奈子さん。
この映画のインタビューでは、二人はすごく仲がいい様子だったと言われています。平野さんが桜井さんをひなちゃんと呼んでいたことから、交際しているのではないかという噂が流れました。しかし、二人の熱愛報道はなく、実際には共演者としての関係に過ぎないようです。15人目のお相手、平野翔と橋本環奈の噂。平野翔さんと熱愛が噂された15人目のお相手は、女優の橋本環奈さんです。2019年映画、かぐや様は告らせたいで共演した平野翔さんと橋本環奈さん。映画のキャンペーン番組に出演した際に、平野翔さんが橋本環奈さんを、カンカンと呼んでいたことが話題になりました。小栗旬さんの主催の、小栗会に共に参加したことやドラマやバラエティ番組での共演から、仲の良い関係にあることが噂になっていたようですが、実際には友人関係に過ぎないと考えられています。また、スクープ報道もないことより、平野翔さんと橋本環奈さんの熱愛は単なる噂だと言われています。16人目のお相手、平野翔と大阪の一般女性の噂。平野翔さんと熱愛が噂された16人目のお相手は大阪の一般女性です。2018年にツイッターの投稿がきっかけとなり、平野翔さんが大阪で女性と受注をしている動画が存在するとの噂が流れました。一部のファンは、平野翔さんの日中動画を見たというコメントも見られましたが、この情報の正確性は確認されませんでした。実際には、平野翔さんを陥れることを目的とした偽の情報が流されたと結論付けられました。17人目のお相手、平野翔と広瀬すずの噂。平野翔さんと熱愛が噂された17人目のお相手は、女優の広瀬すずさんです。平野翔さんと広瀬すずさんの熱愛が噂されたきっかけは座右の銘が同じであったこと。平野翔さんと広瀬すずさんの座右の銘が、共に愛、感謝であることから、彼らが交際しているのではないかという疑惑が浮上しました。イケメンでありながら、天然なコメントをすることが多い平野翔さん。この座右の銘、愛、感謝も平野翔さんの天然なコメントの一つです。このような言葉を広瀬すずさんが座右の銘に選んだことから、平野翔さんと広瀬すずさんの熱愛が噂されました。しかし、この熱愛の噂のスクープ報道がされることがなかったことより、信憑性はないとされています。18人目のお相手、平野翔と黒島結菜の噂。平野翔さんと熱愛が噂された18人目のお相手は、女優の黒島結菜さんです。2022年ドラマ、クロサギで共演した平野翔さん、黒島結菜さん。クロサギでは、思い合っているのに結ばれない切なくも悲しい恋仲を演じています。また黒島結菜さんは、以前に永瀬廉さんとの熱愛報道もあったこともあり、今度は平野翔とか、と噂が大きくなりました。この噂の熱愛報道がないことより、信憑性は極めて低いとされています。19人目のお相手、平野翔と年上の一般女性の噂。平野翔さんと熱愛が噂された19人目のお相手は、年上の一般女性です。この噂はツイッターを中心に拡散されています。噂の彼女はハーフの美人で平野翔さんよりも10歳年上であるとされています。また、平野翔さんが雑誌ウインクアップのインタビューで相思相愛の相手について語ったことも、この噂の信憑性を高めました。ツイッターの投稿をきっかけに広まり、雑誌のインタビューによってさらに大きくなった平野翔さんと年上女性の熱愛の噂。果たして真相やいかに、キングプリンス、キンプリ、平野翔の好みのタイプ。平野翔さんは、どんなタイプの女の子が好きなんでしょう。まず、平野翔さんの好きな性格は次の通りです。ハイテンションだけど、穏やかな性格の女の子。優しい女の子。
大人っぽい子、一緒にいるだけで楽しくなれる女の子、穏やかな性格だけど、ハイテンションな女の子って、なかなかいないですよね。ちなみに、怒りっぽい女の子、不満の多い女の子は NG のようです。自由な時間を確保したいタイプのようです。まとめ、平野翔さんの好みのタイプと熱愛が噂された歴代の彼女、元カノの情報をまとめてみました。平野翔さんの熱愛の噂は、ネット上での噂レベルの域を超えないものが多いようです。果たして、平野翔さんの熱愛スクープがお茶の間を騒がせるのはいつのことなのか。今後の平野翔さんの動向を見守りましょう。次の記事へ、キンプリ、平野翔の学歴。平野翔のプロフィール、こんな平野翔、平野翔。生年月日1997年1月29日。出身地愛知県名古屋市。身長170センチメートル。血液型O型。所属事務所ジャニーズ事務所。